ダンフェールイコールロシュロー駅。ダンフェールイコールロシュロー駅。フッツは、フランス、パリ南部の14区にある、パリ交通公団のラービー線の駅である。かつては、パリと南郊外を結ぶ総線の起点であったが、1895年に、同線が、リュクサンブール駅まで延伸されてからは、中間駅となった。ここでは同地にあるメトロ4号線、6号線の、 ダンフェールイコールロシュロウ駅についても述べる。ラービー線は東駅を境に北は地下線、南は高架線となる。ホームは相対式ホーム2面2線で、北半分はダンフェールイコールロシュロウ広場の地下にある。駅舎はダンフェールイコールロシュロウ広場に面した地上にあり、円弧状の独特の形状をしている。この駅舎は内装こそ改められているものの、 1846年の開業当時そのままの建物を使用している。パリの主要駅の駅舎は、ほとんどが19世紀末から20世紀に建て直されており、開業当時の建物が現存している例は珍しい。駅南部の東側には、起点駅時代のホーム号が残されており、留置線として用いられている。4号線、6号線とも、ダンフェールイコールロシュロー広場の地下に、 相対式ホームに面2線がある。6号線はラーと4号線の下の層に位置する。広場やその周辺に数カ所出口があるほか、地下にラーとの連絡通路、乗り換え改札がある。ラーの駅の起源は1846年6月23日に開業した総線の起点駅である。当時、この場所はまだパリ市街であり、フェルミエージェネローの城壁の門の一つで、 オルレアン方面への街道の起点でも、ア・アンフェール、地獄城門のすぐ外に位置していた。このため開業時には、アンフェール駅あるいはアンフェール城門駅、または、総線の起点であるため、総駅などと呼ばれていた。開業時の総線は、機関 1750mm の後期であり、その車両は、アルノー式と呼ばれる、独自の車軸転向装置を備えていた。これは、 転校可能な車軸に水平方向の滑車を取り付け、前後の滑車の間に8の字型に鎖をかけることで、前方の車軸が車体に対して傾くと、後方の車軸がその逆向きに同じだけ傾くようにしたものである。これにより急曲線を安定して走行することが可能になっていた。駅の構内は最小半径25メートルのラケット状のループ線になっており、 機関車を付け替えることなく折り返しが可能な構造になっていた。曲線の途中に短式ホーム一面一線が外側から接していた。ホームはさらに駅舎に接しており、このため駅舎は円弧状の形になっている。1857年に総線はパリオルレアン鉄道に買収された。また1860年1月1日のパリ市域の拡張で 市内の駅となった。1879年には、縄文跡の広場が、不仏戦争でのベルホール防衛の英雄大佐に、ちなんで改名され、駅の方も、ダンフェールイコールロシュロー駅と呼ばれるようになった。1891年に、総戦のダンフェールイコールロシュローリムール艦は、標準機に改め機された。同時に構造が複雑で時代遅れとなっていた、アル式も廃止され、 ボギー台車を使用した車両に置き換えられた。ダンフェールイコールロシュロー駅構内のループ線も廃止され、行き止まり式の島式ホームに置き換えられた。1895年には、総線は、ダンフェールイコールロシュロー駅から、リュクサンブール駅まで延長された。ダンフェールイコールロシュロー駅のホームは、広場の地下に移され、旧ホームとはこれ以降留置線として用いられるようになった。 地上の駅舎は地下ホームへの入り口としてそのまま用いられた。1906年4月24日にメトロの2号南線、現6号線が1909年10月30日には4号線がそれぞれダンフェールイコールロシュローを駅に乗り入れた。1930年代になるとメトロの運営会社であるパリシュとメトロポリタン鉄道 CMP イコールコンプニ DU シャモン・デフェア・メトラ・パリトン・デ・パリ、ラ・トップの前身は、後のラーの原型である、地域メトロを計画した。フランス政府及び、関係地方自治体と CMP、パリ・オルレアン鉄道の協議により、将来総選を地域メトロ網に編入し、その準備として、電化や信号方式の近代化、プラットフォームの重上げなどを行うこととされた。 1937年11月16日に、総線のダンフェールイコールロシュロー駅を含む区間は、直流1500ボルトで電化された。そして1938年1月18日、パリオルレアン鉄道は、他の鉄道会社と共に国有化されて、フランス国となるが、この時総線のマシーパレゾー駅北のみは国鉄に、引き継がれず、CMP の路線となった。 囲碁総線はメトロ各線と一体となって運営され、ダンフェールイコール露ロ楼駅がその接続点となった。1977年12月9日に総線はラーの B 線となった。駅の直上にはダンフェールイコール露ロ楼広場がある。その中央にはかつての縄文の建物が残されており、片昆布への入り口にもなっている。 またその地下は1944年のパリの解放の際にレジスタンス指導者アンリ・タンギーの司令部となったことでも知られる。この他広場にはベルホールのライオン像のレプリカがある。駅前にはラトップの市内路線バスが停車する。また、オルリー空港業のバスアーリーバスの起点でもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。